調子はどうですかね、息苦しさとか。はい、動くとどうしてもちょっと、ちょっと苦しかったり、息苦しさができたりします、ね。新型コロナウイルスの感染者が入院する手稲渓仁会病院、8月に入って状況が深刻化しています。みんなが慣れてしまって緩んだから感染が広がってるんじゃなくて、同じことをしてるんだけども、ウイルス自体の感染力が強くなってるので。第5波に見舞われたコロナ病棟で一体何が起こっているのでしょうか。新型コロナウイルスの患者を受け入れている札幌の手稲渓仁会病院です。コロナ病棟内部の取材を許されました。緑と黄色とオレンジ、赤、こういったテープで区画されてますね。これすいません、音が今鳴ったのはどういう理由なんですかね。なんかサチュレーションがちょっと低くなってるので、鳴ってると思うんですよね。早期に異常の発見ができるようにモニターをつけさせていただいている感じで。36床の病床のうち20床が埋まっています。患者さん、あそこ寝ている方ですよね、はい、患者さん実際にこ うつ伏せで寝ることによってこう肺の換気が良くなるので、そういったことを、治療の一環としてやってもらっているっていう感じですね。この方はもともと重かったんですよ、はい、来た時は中等症でもかなり悪かったんですけど、そうですか、ちょっとずつ良くなっている。回復する人がいる一方で中等症の人もちょっとこう高濃度の酸素をいかないといけないような肺の状態なので、酸素が切れないっていう方は多いですね。ワクチンの効果が見られ重症患者はいませんが、今月に入って入院患者が急激に増えました。道内で1日700人を超える感染者が出た第4波と現在の第5波とは何が違うのでしょうか。やっぱり年齢層が違います。第4波の時には圧倒的にその高齢者ですね、まあ、70歳以上の高齢者の方が多かったんですけども、現在はやっぱり50代を中心とした方 の入院の方が増えています。介護を要する方が少ないので、まあ、医療者の負担っていう、そういう意味では負担は前回よりは少ないというふうにはなっています。手術をちょっと先送りした部分がありますけど、この状態でまた感染者数が増えるとまたその通常医療を制限、そういうことをしなきゃならなくなるので、医療逼迫ギリギリの状態で新型コロナウイルスとの戦いは長引いていて、医療現場は疲弊しています。症状が改善した患者が軽症用の病棟に移動する際も、はあ、30代40代ぐらいの方でしょうかね、だいぶ若い方ですね。自分の荷物を持ってカバーをかけた車椅子でこの病棟を出ていきます。防護服を着用し細心の注意を払います。単純な移動だけでも大変な作業になります。10回ぐらいしてるかもしれないです。もう慣れてる部分もあるんですけど、はい、第5波の感染拡大が止まりません。医療現場は危機感を募らせています。なぜ感染者数が増えるとたとえ重症度が低くても大変かっていうと、その中で医療を受けるタイミングがどんどん遅れてってしまうんですよね。本来早期の治療介入されると重症化を防げた可能性のある人が、重症になってしまうと。さらにこれまでとは違い子どもの感染が増えていることに不安を感じているといいます。お子さんたちの今感染状況ってどうなんでしょうか。例えば小学校低学年であるとか、そのもっと幼児であるとか、そういう感染者が増えるとご両親とかも感染しますので、どなたか入院しなきゃならないという状況になった時に、そのお子さんをどこで面倒を見るかということは非常に問題になります。症状がなくてもですね、預かってくれる施設はありませんので、結局はその病院で見たりとか、結局つきっきりになってしまいますので、そこでやっぱり医療者が取られてしまうということになります。子どもの感染者が増えるとその世話をするスタッフが必要となります。
第4波の時に高齢者を介護したのと同じような負担が強いられます。これ以上の感染拡大を何としても食い止めなければなりません。